はい、こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もですね、ウニギレバーアプリ2019やっていきたいなと思います。今日のウニギレアプリあるあるはこちら、コシエルニーに愛された男さん、マジで違和感しかないということでね。はい、メッシ選手今週ライブアップで C なんですよね。いやー、これなかなか見ることできないですよ。メッシほんとね、ライブアップで運用されてからほぼ A か B でずっと来ていて、おそらく初めての C ということでね。はい、まあメッシだけにメッシ。はい、今日も元気にやっていきたいなと思っております。ということで選手のロックイズも行きましょう。今日はこちらの選手、はい、この選手はですね、僕がすごく好きな選手で、2018の時って全選手ですね60レベルまで解放することができたんですけど、僕はそれをしてね、あの頑張って育ててた選手ですね。はい、ぜひ予想していただいて、動画の最後動画概要欄に答え書いてますので確認してみてください。はい、ということで今日の動画になるんですけど、今日はですね、はい、今週まあ過去最高の FP ガチャが来て、さらにイベントもねめっちゃ豪華で、いやもうこれはね、通常ボックスガチャも最高なんじゃないかと思ったところのナショナルスターズということで、はい、ここだけは通常運転ということでね。まあ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 、ここもね、神ガチャだったらよかったんですけど、こちらのガチャのですね、簡単解説と僕の方で6回引いて、あとはですね、このガチャ解説多分結構サクッと終わるので、その後ロシアのプレミアリーガの FP ガチャまだ引いてないので、そこちょっとプラスして引いていこうかなと思っております。はい、ということで、簡単にですね、ガチャ概要から見ていきましょう。で、今回ナショナルスターズということで、まあナショナルスターズと言いつつもう何でもありな感じなんですよね。はい、ヨーロッパの選手たちを中心に300人をピックアップしましたということで、はい、そんな形のガチャになっております。なんかこのバナーいつも見るたびに思うんですけど、なんか中学の卒業式とかで卒業式を欠席して右上に出てる人たちみたいな感じになってますよね。この人たちが欠席してるクラスあったら癖強すぎますけどね。はい、ということで、まあまあそれはいいとして、で、ガチャ確率こんな感じですね。一番右が今回のナショナルスターズなんですけど、今回もかなり小規模のボックスガチャということで、前回の CL ベスト8と全く同じでしたね。はい、27.2% ということで、この 27% 台がすごい最近続いていて、何なんですかね、1ヶ月前ぐらいからなんかこういう傾向になっていて、27% だったとしても、レジェンド込みだったらいいんですけど、まあレジェンドがなくてこの確率っていうのは、まあなかなか踏み出す人いないんじゃないかなというところで、はい、今週もですね、スルー安定でいいと思います。はい、今までで一番サクッとしたガチャ解説なので、僕がなんか一番今ね、不安なんですけど、これでいいのかなってちょっと不安なところもあるんですけど、まあ変に長引かせてもね、皆さん見てて面白くないと思いますので、はい、スルー安定でいいんじゃないかなと思っております。ただ僕はね、スルー安定の時こそ燃え上がるね、内なる燃え上がる闘志を抑えきれなくなっているので、がっつり引いていきたいなと思います。で、僕の方で、さっきも話したように6回ですね、引いていきましょう。レッツゴー。採用。あ、そういえば、さっき話をせたって話せばよかったんですけど、もうすぐね、ゴールデンウィークということで、まあそこでね、2億ダウンロード来るんじゃないかっていうのはね、言われてはいるので、ちょっと楽しみたいですよね。あと、もうすぐで、2周年なんですよね、ウイレアプリ。そこにも結構期待したいですよね。はい、ということで、フランク・ケシエ選手、アルビアン・アイエティ選手、そして、ジョイア・ダ・コスタ選手ということで、すごいね。待って、この国籍何？皆さん当ててください。5、4、3、2、1、はい。ケシエ選手とかでいいですよね。ケシエはね、もともとアタランタでね、確か結構レアリティ低かったんですけど、ミラン移籍して割と能力も高くなりましたね。で、ケシエの FP は結構能力良かったですね。はい、ありがとうございます。さあ、ということで2回目行きましょう。ガチャ楽しいな。ガチャの瞬間が一番楽しいかもしれない。さあ、行きましょう。ゴー。さあ、来い。いやーでもね、最近、おーおーおーおお、すごいすごいすごい。黒玉がすごい。黒玉そう、待って。ちょっと待って。ボアテングにミリンコビッチサビチ来たもん。ちょっと待って。聞いてない。ねえ、さっき言ったじゃん。これスルー安定ですよねって言って、2回目で2個打ち抜いちゃったらもう信憑性ないやんけ。うわ、マジか。待って、3つ目どう？いくよ。ゴー。うわ、さすがにね。スティーブ・ムニエ。さっきの選手ちょっとフォルム似てるけども。いや、ありがとうございます。ミリンコビッチサビッチ。はい。名前言いたくなるランキング2位。ありがとうございます。さあ、来ましたね。いやー。これは熱いね。僕、ミリンコビッチ・サビッチに関しては、FP すごい使ってて、ガチスカでも使ってますね。フェルナンド・サントスの、トップ下のところって結構2列目からの飛び出しがいいんですけど、サビッチとかちょうどいいんですよね。はい、あとはボアテングね。まあ、ボアテング最近あんま使う人見なくなっちゃったかな。やっぱり、ライブアップで関係ないっていうのがちょっと痛いですよね。はい、能力的にはもう申し分ないんですけどね。さあ、行きましょう。3回目、ゴー！さあ、来るか。来るか、来るか、金玉、右の金玉、打ち抜く。さあ、来い。お、ペリシッチ選手、そしてドラクスラー選手、おお、すげえ。
カールトコ・エカンビ選手、僕初めて知ったこの選手。え、EDL ってことはビジャレアルの選手かな。はい、ありがとうございます。初めて知ったな。ちょっと能力見てみましょうか。え、これ金昇格した選手とかかな。ちょっと僕のあの知識不足なだけだと思うんですけど、はい、183cm 26歳で能力、あー、オフェンスセンス、はいはいはい、ドリブル高くてスピシュンはそんなにないと。はい、結構スピシュン早そうな顔してたんですよね。はい、ただまあまあまあ、なんかあのラインブレーカーだけどそんなにスピード瞬発ないタイプですね。はい、ありがとうございます。金3連発いいですね。はい、さ、ということで次行きましょう。さあ4回目行きましょう。レッツゴー、来い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 、わー、銀、ここで銀玉。さあ誰でしょう。レフトウィング、おー、トレゼゲ選手ということで、はい、トレゼゲ選手、フローリン・アンドネ選手、そしてレボン・モティバ選手ということで、待って、トレゼゲ選手コスト17、179cm 24歳で、てかかっこいいなこのアイコン、チームのアイコンがかっこいいですね。チームどこだっけ、カスム・パシャ、初めて聞きましたね。はい、で能力は 179cm 24歳で、はいはいはい、ドリブルあって、カーブ、はい、キック力、スピード、瞬発、ボディコン、コンディション程度7、そして、え、強くね、ダブルタッチ、エラシコ、コンカ、ピンクロー、え、チェイシング、え、待って、インターセプトもついてるし、謎に、え、この選手面白くない、え、トレゼゲ使ってる方いたら教えてください。ちょっとこれ残しておこう。いや、ここでロックできたらいいんだけどな、ここでロックできてほしいって多分ウィリアプリあるあるですよね。はい、ありがとうございます。そしてフローリン・アンドネ選手、イーツ・ソセックス、ありがとうございます。さあ5回目いきましょう。さあ5回目、レッツゴー。さあ来い、来るか、5回目の雷が来ない、雷があって言って、雷あそこで来ないですからね、さっき言った。まあ、さあゴールキーパー、バツリーク選手、はい、バツリーク選手、アンデレアス・クリステンセン選手、ラミ・ベンセベーニ選手ということで、ベンセベーニってすごい語呂がいいですね。ありがとうございます。なるほどね、なんかちょっとみんな顔の傾向が似てますね、ちょっと爽やか系というかね。はい、ありがとうございます。バツリーク選手とかもね、手に入れたことなかった気がするな。オッケーオッケー、ありがとうございます。さあということで6回目いきましょうか。ラストラスト、あ、これはちょっと比較、魔法の時間使うことになりそうですね。さあということで皆さん目をつぶっていただいて、魔法の時間行ってみたいと思います。開け夢の扉。さあということでね、はい、あの何もなかったですよね。はい、気を取り直して6回目行ってみたいと思います。さあ行きましょう。6回目行くぞ行くぞ行くぞ、最後黒で締めよう、レッツゴー。うわー、嘘嘘、待って待って、え、これ待って、ごめん、あのスルー安定と言いましたが申し訳ありません、髪消しちゃいました。あー、レバンドルスキー、うわー、これは懐かしい。なんかレバがさ、ガチャから出てくるってちょっとうるっときますね。いや、なんか覚えてる方多分いないと思うんですけど、僕がチャンネル登録者何人ぐらいだったかな、あの時1万人か2万人ぐらいの時に毎週エージェントって企画やってて、黒確率 3% のガチャから雷鳴らしてレバ出したんですよね。いや、超懐かしい。なんかその時の記憶が今蘇ってきましたね。ありがとうございます。そしてナイムスリーティーということで、ナイムスリーティー、ありがとうございます。そしてヘルスル・マグヌソン選手ということで、はい、ありがとうございます。オッケー、レバ来たー、レバ嬉しいよな。てかレバ久しぶりに使いたいな。レバって強いんですよね、ボックスストライカーとしてかなり優秀ですし、あ、てかちょっと使おう。まあ、ライブアプリがないですけど、まあ、一応コンディション安定度7あるし、後半もね安定はしてるので、あー、なんか使おう。なんかこういう出会い、久しぶりの出会いとかってちょっと運命感じたりしますよね。 OK、 ありがとうございます。ということでかなりね、僕のガチャいい引きだったので、まあちょっとこのガチャ全く参考にならないかもしれないですけど、まあちょっとガチャ確率見ると結構厳しいかなと思いますので、今回はスルー安定して今後のガチャに貯めていくのがいいんじゃないかなと思っております。ということで、ロシアプレミアリーガー最後に行きましょうか。はい、でこのガチャはまあ誰が欲しいっていうのは特にないんだよな。でも中盤の金、どうだろうね、まあ、まあまあまあ出た選手ベースでちょっと考えてみましょうか。さあ行きましょう。まあせっかくなら黒玉欲しいですね。行きましょう、ゴー。さあ来い。まあここはでもね、結構気楽に引けるとこもあるかもしれないですね。さあずれるよね、ずれない。さあ、CMF ミランチュク選手ですね、アントン・ミランチュク選手、ありがとうございます。コスト27、軽く能力見ますね。 183cm23歳、あ、コスレベル上限結構高め、はいはいはい、足元あってスピード、はい、コンディション程度5、ダブルタッチあって、あー、いいじゃんいいじゃん、でもワンシューダブルタッチ、ボックスボックス、はい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 、まああえて使うかって言われると難しいですけど、まあでも意外と能力悪くなかったですね。ありがとうございます。さあということで2回目行きましょう。さあ頼む、かぶりはなしでいきましょう、ゴー。さあかぶりなしでね、なんかツアーとかで使えるといいですよね。さあここの金玉なのよね、あー、ずれていく、オッケーオッケー。さあ来い、誰が出るでしょう、レッツゴー。おー、センターバックラキツキーということで、ラキツキーが出てラッキー、しっかり今日も滑っていきますね、ゼニートということでね。能力でいうと 180cm29歳、おー、左サイドバックできるのいいですね。そして、あー、パス能力高い、パス能力高くてボールダッシュ、キック力、待って、レベル上限な、レベル上限47か、ってことはまあ7から8ぐらい上がる感じかな。スピード瞬発、うーん、これは厳しいかな。あー、スキルもマンマークもインターセプトもないですからね。あー、ちょっとこれは厳しいですね。でもありがとうございます、ラッキーツキ選手。さあ最後行きましょう。
終わりよければ滑り出し、終わりよければいけ、来い来い先、うーわマジか、まさかの金の波。はい、オフェンシブミッドフィルダーロマン・エレメンコ選手ということで、ロマンあふれる選手出てきましたね、ありがとうございます。さあということで、ロマン・エレメンコ選手はね、もうこの適性の広さね、ここがもうロマンにあふれすぎてる。はい、で能力で言うと、あオフェンス系能力高くて、このチャンネル6、ルーレットチャンスメーカー、あーまあこの能力厳しいかな。はい、まずこの中だったら最初に当たった金の選手が良かったかもしれないですね。はい、ということで今回ですね、動画は以上で終了していきたいと思います。皆さん、まあ通常ボックスガチャはね今回微妙でしたけど、今は GP 貯めて次なる神型に備えていただくといいんじゃないかなと思っております。ではですね、今回の動画は以上で終了していきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ金太郎飴。